さあ、始まりました。少量チャンネルのショトです。今回はようやく実現いたします。彼にお弁当を作って朝持たせようと思います。彼はまだ寝てるんですけど、僕が今回はお弁当を朝作って弁当を持たせて今日は行かせようと思います。弁当箱あるのでこれに詰めようかなと思うんですけど、どうなんだろう、足りないんじゃない、これだと。よし、じゃあまあ早速やっていこうと思います。どうしよう、カメラが映らない。まっか、よし、やろう。まずご飯を温めます。ご飯は昨日のうちに炊いときました、鍋で。うち炊飯器が今ないので鍋で炊いてんですけど、結構鍋で炊くと美味しい。じゃあその間に買っといたんですよ、冷凍食品になっちゃうけど、これらとか、これ肉と野菜取れて、まあバランスよくいいかなと思ってます。でもこういうのってさ、あれなんだね、自然解凍でいいんだ。ってことはレンチンしなくてもいいわけよ。え、超簡単なんですけど、カツはソースカツはソースカツだ。ソースが使ってあるの、かかってあるの、最初から。ほら見えるかな、かかってあるんですよ。自然解凍でいいのは超楽だな。どうしようかな、どうしよう、どうしようかな、ちょっと迷う。なんか俺センスねえな。ちょっと見せるね、今こんな感じなんだけど、ここになんか、どうしよう、卵焼きを作ろうかな、入れちゃおう。あれだね、あんまり映えないんですけど。どうしよう。何してんの。弁当作ってるんだよ。ふぅ、誰の弁当作ってんの。俺の。なんだ、俺のじゃない。違うでしょ、俺のじゃないでしょ。俺の弁当。そうだよ。マジかよ。これ凍ってるんだけど。あ、いいのいいの、自然解凍なんで、食べる頃には。これも全部全部。うそー。まあ、あの、気にするなら温めてよ、そこで。あ、電子レンジで。電子レンジで。確かに、確かに。ある程度できたんだけど、ちょっとここの部分空いてるじゃない。うん。ちょっと目玉焼きを入れたいんだけど。え、目玉焼き、卵焼きじゃない。卵焼きか。卵焼きを入れたいんだけど。お弁当に目玉焼き入ってたらびっくりする。入れたいんだけど、うん、ちょっと料理がこれだとうまく取れないから、うん、ちょっと手伝ってもらって。あ、いいよ。これで取ればいい、そしたら。あ、そう。まあとりあえずそっちでもこんな感じです、今のところ。こんな感じ。わあ、美味しそう。まあ凍ってっけどね。うん。ふりかけは卵と、うん、鮭どっちがいい。鮭でしょ、鮭。じゃあ卵焼きを作ろうと思います。はーい、はい。ですね、うん、ここに、入るかな、微妙だね。卵3個使おうかな。そんな、あ、まあでも、あ、2個でいいか、2個にしよう。うん、余ったらさ、翔ちゃんが食べればいいじゃん。そうだね、うん。手元映しとく。うん。あ、ちょっと今はなしにして、お願い。お願い、お願い。ダメよ、やだ、ダメよ。ふぅ。よし、味はどうする、どういう味にする。俺、甘くない方がいい。甘くない方がいい。うん、出しか。ちょっとこれに水を足します。水と、めんつゆ？めんつゆあったよ、確か。めんつゆにしましょう。いやー、正直、うん、
そこまで自信はないですよ。そうなの？うん。でちょっと作りやすくするためにこします。こすんだ。うん、こすと滑らかになるから。へえ。出し切らなかったやつも仕方ない。うんうんうん。どうしようかな。本当に自信ないんだよ、卵、目玉焼きを作る自信が。卵焼きね。あ、卵焼きか。ずっと目玉焼き。もう間違えちゃう、俺は。間違えちゃうよ。引きましょう、油先。うん、ちょこちょこ油引かなきゃいかないかな、やっぱ。いやー、自信はないですけど、弱火でやっていけば、まあ、うん、失敗することはないでしょう。まだ、まだです。あれかな、少なかったかな、卵肉だと。大丈夫よ。と、翔ちゃん。いやー、自信ないよ、僕は。頑張れ、翔太ならやれる。ありがとう。はあ。うんうん。うんうん。いい感じ、いい感じ。いい感じ、いい感じ。油引いた方がいいんだよね、きっと。引いた方がいいと思う。引いた方がいいね。うん、もうちょっと。少しでいいと思うけど。うん。ちょっと、何？ペーパー使うのめんどくさいので。3回いけるかな。薄いな。薄いよ。薄い薄い。繊細な料理みたいになっちゃうよ、こんな。錦糸卵ね。あー、綺麗綺麗。あ、もう無理よ。あーあー、よいしょ。えい。綺麗まぐれまぐれが起きてるで。おい、まあ、みんなまぐれ起きてるよ今。まぐれじゃないよ、翔ちゃんの実力よ。いや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 、もうやだな。最後失敗したりしたらやだな。もう大丈夫じゃん。アウト。あぶらぶらい。えい。ダメだ。こんな感じですかね。よし、オッケー。いいじゃん。まあ、いいでしょ。うんうんうん。いい感じ、いい感じ。いい感じだね。うん。うん。ああ、いい感じじゃん。いい感じ。うん。美味しそう。ちょうど隙間に入るか。うんうん。熱いよ。熱いよ。うん。よし。よかった。うん。よかったよかった。おいしい。おいしい。うん。だしが。うん。おいしい。うん。すごいおいしい。終了。ありがとう。完成？いいんじゃないかな。どうぞ。ありがとう。これなんか入れ物あるんだっけ？ありがとう。あ、ここ。やっぴー。あ、これ何？何入れてくれたの？です。ええー、嬉しくない？いや、嬉しい。え、どうしたの？何が？いや、俺がなんかあんまご飯だけだと喉詰まるから。なんでそんな野菜なの？どうした？何が？なんかやましいことでもあんの？もうやった。あ、こういう袋に入れていけばいいかな。ちょっと明日からも毎日作ってね。めんどくさ。おお、めんどくさ。どういうことだよ。ひょにょ。どういうことだよ。めんどくさいってなんだよ。めんどくさいよ。いや、めんどくさいよね。まあでも。俺も作ってあげる今度。しょうちゃんにお弁当。おお。俺も作ってあげるよ。ああ。